アイザック・シアーズは、アメリカ合衆国の商人、公開士、フリーメイソンの会員。アメリカ合衆国の独立期に、政治的に大きな活躍をした。自由の息子たちのメンバー。先祖にピルグリム・ファーザーズの一員である、リチャード・シアーズがいる。1730年、イギリス領北米植民地のマサチューセッツ湾、直轄植民地で9人兄弟の6番目として、誕生する。 幼少期に家族と共にコネチカット植民地のノーウォークに引っ越した。16歳の頃、航海者としての修行を始め、1752年にはニューヨークハリファックス間の航海に成功した。フレンチ・インディアン戦争が始まると、シアーズは試略戦により敵軍であるフランス軍の戦艦の打撃で一躍名声を得た。その後はニューヨーク市に移住し、 西インド諸島との貿易の投資で成功を収めた。1765年10月31日、シアーズはコーヒーハウスで自由の息子たちと結束した。その日は飲酒法が施行された日であり、彼らは最終的にイギリス本国との切手巡る抵抗のための連合を結成し、飲酒法が無効になるまでイギリス製品の輸入を停止した。 自由な息子たちによる活動は、法的決議、自由運動、脅迫や暴行事件にまで発展した。この大衆運動によって、因子法の廃止に追い込んだ。シアーズは、その凶暴さから、貴族からは、キング・シアーズと呼ばれ、ニューヨークの大衆を先導する影響力のある指導者となった。ありがとうございます。